はい、今から4月15日リオちゃんプロデュース公演ということで、以前のネットで聞かせてくださった方の名前を呼んでいきたいと思います。ゆうすけありがとう。はい、ということで、アリエル知ってる？ゆうすけもしかしてアリエル知らなかったりする？もしかして、そう、ワンチャン知らない説あるよなとか思ったけど、あの多分人魚じゃないバージョンも多分見たことないから、あ、こんなドレスない、へーって感じだと思うんですけど、まあユースケは、まあ、イリナが映ってるからそれでいいみたいな感じであると思うので、全力であのイリナが一番漏れてるやつを選びさせていただきました。はい、なんかほんまはなんか白雪姫っていうね、王道なプリンセスになるよってやったんやけど、まさかのなんか緑色のドレス、緑みたいな青みたいなドレスにやったんですけど、まあ割と可愛かったので許してほしいなって思います。結構ね、あのこういうドレスはもうあの夢、いいのを着たいなっていうちっちゃい時からの夢ではあったので、まあまあ夢が一つ叶ったなって感じです。はい、嬉しかった。でもなんかジャスミンの時、大阪のジャスミンの時はあの、まあ、それもそれで良かったし、今回も今回で良かったなって思いますので、楽しみに待っててください。ありがとう。 Love you。 はい、次がマー君パパ、ありがとう。はい、ということで、なんか今回結構アップメイク、暗い、暗、なんかね、背景がすごい暗くて髪の毛の感じが分かんないんですけど、今回ねここで前髪をこうガッて上げて、ちょっとなんかいつもやったことのない髪型をねやってみたんですよ。なのでちょっとなんか雰囲気がまたちょっと変わったんじゃないかなと思って、そう、もともとさ、なんかリクエストであの白雪姫のあれやったから、それにちなんでみたいな感じのリクエストもらってたんですけど、まあなんかアリエルになっちゃったので、なんかアリエルのポーズはちょっとわからへんけど、まあ頑張ってあの落書きで補ったっていう感じで、はい、ちょっとアリエルの世界の海の中の世界になれたんじゃないかなと思うので、楽しみに待っててください。はい、なんか結構変わっちゃったけど、個人的には変わってもまあ結構楽しかったなと思えたし、可愛い衣装だったから全然問題なしでした。そう、白雪姫でずっとねあの考えてくれてたのはすごく申し訳ないんですけど、可愛いので、ひりなさんが可愛いので楽しみに待っててください。またこれもドライブの助手席に乗せてください。ありがとう。はい、お次がちなちゃん、ありがとう。はい、ということで、急遽のアリエルになりましたけど、どうですかね。結構あのなんだろうな、あのめっちゃキラキラやってん、このドレスがめっちゃ輝いてて、ほんまは多分実際に見た方が結構お姫様ですみたいな感じでめっちゃ可愛かったから、ほんまは、まあ、正味正直言ったら全部のコスプレ直接見せたいし、あの拝んでほしいなっていう気持ちもあるけど、やっぱり叶わないところもあるので、ネットチェキであのいい感じのイリナが一番漏れる角度っていうか、角度もなんかいい感じのポーズでアリエルになってみたので、楽しみに待っててください。めちゃくちゃあの落書き頑張って、あの海の世界に頑張って、ちなちゃんを連れていけるような感じの頑張って落書きしたので、そこもいっぱい見てほしいなと思います。いつもありがとう。お次がちゃんたかー、ありがとう。はい、ということで、ちゃんたかはマジでいつより一回話したことあるかなみたいな、大阪のライブの時に一回だけお話したかなみたいな感じで、割と初めましてぐらいの波なんですけど、まあ割とツイッターはまあちょくちょく見たりとかしてるんですけど、まさかのネット地域を堪能でくれると思ってなかったので、マジでびっくりしました。え、プリンセスが好きなんかなって思ったけど、絶対そんなこともなさそうやなと思って、まあ、あの一応アリエルっていうプリンセスにならせていただいたので、まあそれっぽく やりました。初めてのネット地域これで大丈夫そうかな、ほんまに。なんかもうちょっとなんかやっぱ衣装でとか、初めましてみたいな感じでやった方が良かったかなと思ったけど、全然もうなんかあのいつも頼んでくれてますかみたいな感じの、いつものイリナで撮らせていただいたので、気に入ってもらえるかちょっと分かんないんですけど、イリナらしく撮ったので、また楽しみに待っててほしいなと思います。またあれやね、大阪で会えたらいいなって、またいつかね会えたらいいなと思います。はい、あのアメリカの方やっけ、なんかどっか行ってるよね、海外の方行ってるから、お仕事頑張ってください。またいつか会いましょう。ありがとう。はい、次が七瀬さん、ありがとう。はい、ということで、
めっちゃ今回アップ目に撮りました。なんか今回はあのそのチェキにも読んねんけど、今回は何枚か自撮りで撮ったやつをね入れてるんですよ。でそれに選ばれたのが七瀬さんなんですよねっていうはい、なんか割とあの結構近い方が今回前髪上げてて、ちょっとなんかいつもの感じではない感じの髪型をしてるので、ちょっと顔をいっぱい見てほしいなと思ってこういう画角で撮らせていただいたんですけど、なんか落書きでちょっとアリエルっぽくしたので、まあそれアリエルになってると思いますはい、緑色のねなんかドレスだったんですけど、本番はねあのアリエルは人魚なので、本番はね人魚のやつをできるなら履いてみたかったですけど、そんな感じでライブなんてできないので、なんかドレスって感じになっちゃったんですけど、めちゃくちゃ可愛かったです。これはほんまにめちゃ可愛くて、なんかこのドレスが一番なんかキラキラ輝いてた。なんかジャスミンもめっちゃ装飾とかキラキラついてたり可愛かったし、他のメンバーのやつもなんか鮮やかでめっちゃ可愛かったけど、イーナの着たやつもなんかさらになんかあんましイーナが着たことない形のドレスやと思ってめちゃくちゃテンションが上がりました。それぐらい可愛かったので、またねこれでこの地域でいっぱい見てほしいなって思います。寂しくなったらこの地域を見るんやで、ありがとうはい、次がひろちゃん、ありがとう。はい、ということで世界、私が世界で一番可愛いですっていう時期を撮りました。はい、ということでやっぱプリンセスになってしまったらもうなあれよ、その国で一番美しいのは私ですみたいな気持ちで撮ってやりましたよね。絶対そんなことはないんですけど、やっぱりねプリンセスになったからにはね、この世界で一番私が美しいですっていう気持ちで撮ったし、メイクしたし、ライブも出たしみたいな感じで、チェキも撮りましたしっていう感じで、はい、この日は一番世界で一番可愛かったので、多分ひろちゃんは世界で一番可愛い7人が揃ってると思うので、最強の7人やと思うので、はい、ちょっと楽しみに待っててください。もう結構実物で見た方が世界で一番可愛かったと思う。はい、それぐらい自信があったあのプリンセスだったので、気に入ってもらえたらなって思います。はい、いつもねあのライブ、特別なライブとか絶対に来てくれるひろちゃんがいつも嬉しいし、結構何気ない会話で結構励ましとかもらってるので、いつもありがとうございます、ありがとう。はい、次が2枚買ってくれたあさっちゃん、ありがとう。はい、ということで1枚はちょっと自撮りで撮った感じ、もう1枚はちょっとなんかいい画角で撮ってもらったやつです。はい、1枚はやっぱさプリンセスの1枚はプリンセスなの1枚はじゃないあのプリンセスなので、1枚はちょっとプリンセスの王冠を乗せたプリンセスですみたいな感じと、あとはちょっとあの海の世界にさっちゃんも連れ込んだ感じの頑張って落書きしたチキンのアリエルになってます。はい、マジでアリエルのこの衣装めっちゃ可愛くて超キラキラしてたの、なんかほんま実物見せたかったんですけどね、あのチキでこうやって伝わればいいなと思います。超可愛かったので、多分写真とか見てくれたら分かるけど可愛いので、またいっぱい見てください、いつもありがとう。はい、ということでイリナのネットチキ買ってくださった皆様ありがとうございました。はい、すごく可愛いプリンセス公演でした。みんなどうでしたか？はい、ということでまた次のコスプレ、このメンバーのプロデュース公演も楽しみに待っててください。それではネクスト。